皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きドゥエス。13K 防衛圏実況プレイやっていきたいと思います。ということでね、引き続き三浦くん編なんだけれども、あれなんだよね。前回が、こう、まあ、ナッチと一緒に、まあ、昭和20年、あ、まあ、戦時中の時に戻ったんやけれども、まあ、その時にね、まあ、千尋と一緒にいた、まあ、たまおさんが、まあ、なんとね、まあ、クラベの家、まあ、崩れたクラベの家の近くで倒れてたわけなんだけど、その時に、まあ、千尋はどうしたかっていうと、まあ、ゴーとレンヤに、ね、拉致されてしまったっていうことなんだよね。まあ、なんかこれはね、ファイルの方で見てみたんやけど、なんか、ゴーとレイヤが連れ出したのは、なんと千尋は、三浦くんの妹の千尋っていうのは、その森村先生のクローンで記憶を取り戻させるために連れ出したっていう、拉致したっていうらしい。まぁ、ちょっとネタバレになってしまったらちょっと申し訳ないけど、まぁ、そんな感じなんだけど、やっていきましょう。その経緯とやらは見れるんだろうか。千尋。まあなんかこうクローン的な何かっていうのは結構ねえ、まあ泉十郎の頃から思ってたけど、まさかそうなるかっていう。この時代では夜も明かりが絶えることはない。カンテラがなくとも困らないな。カンテラ、お菓子のあれかっていう。で、こっちも見ると、もうこれはルーティーン。あれ見ないのか。いつものあれは見ないのかな。おかしいな。まあいいや。じゃあどうしようか。これまでのおさらいでもしておくか。千尋を連れ去ったのはゴーとレンヤ。奴が1985年にいるなら千尋を救い出さねば。歴史を元にした時間は確かに40年のズレがある。だがここは私のいた時代に繋がってはいない。おそらくこれは時間移動ではない。昭和20年に誰もいなくなった。40年後だというこの昭和60年にはそんな史実も影響もありはしない。科学読本で読んだな。よく似た平行世界というものだろうか。空想科学読本っていうのもあるけどね。千尋を連れ去ったゴーとレンヤ。
玉尾さんに薬を譲っていた男の名だ。全部見たけど特になんもないな。他になんか夏野さんの話。ゴーとレンヤという男はこの時代の学校にいて時間を行き来している。 BJ は80年先の未来人だと言っていた。奴は学校か。何としても見つけ出し千尋を取り返す。おお、ゴートをね見つけるべきなんやね。まあ、でもなんか一回あったにはあったよな。こうね、千尋の格好、千尋の格好って言ったらなんて言ったらいいんだろう。あのゴート恋愛が一緒にいた幼稚園のね、制服を着てる、あの千尋の時に、あったよな。まあ、行ってみよう。おるんかな。さて、じゃあ入ってみるかな。よし、行ってみよう。お、三浦くん。おう、奇遇だね。ってゴーとレンヤについて聞いてみようか。実はゴーとレンヤを探しに来たのですが、風体も人相もわからないので夏野さんに特徴を教えてもらおうと。ゴーと先輩だけど、あれから学校には来てないのよ。あら、不登校か。聞いたんだけど住んでるところもわからなくて。そうですか。それは困ったな。普通学校側だったら住所とかわかるはずだけどな。どうしたらいいんだろう。あ、夏野ちゃん。あ、なんかめっちゃ懐かしいね。久々。確か写真持ってたよね。写真。ゴート先輩の隠し撮り写真。お。隠し撮りか。ごめん。初めてやる動作だな。あるけど。あ、これこれ。結構でかいね。三浦くん、ゴート先輩の写真あったよ。やったじゃん、美和ちゃん。君本当にいい子やわ。失礼。知ってる、長身の人よ。このメガネをかけた男が。ゴートレイヤー。ねえ、ミヤちゃん、ちょっと憧れの人の一人なんだよね。夏野ちゃん、その男の子とどういう関係なの？やっぱり気になっちゃうよね。まあね、2100年だとね、うん。ふふふふ、ミワちゃんには教えてあげたいな、そういう事実を。なんてことだ。あの校長跡の公園にいた男こそ千尋をさらったゴートレンヤ。そう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 。あ、そっか、あれ回想の時ではってことやね。まあ行ってみるか、あやめ公園。いやー、ミワちゃん本当と大活躍。こういう時ね、ほんとサブキャラの中でも本当にね、すごい役立つわ。あ、千尋、話しかけるか。千尋、本当は千尋なんだろう、答えてくれ。あー、待ってって。どうしたらいいんだろうな。ぬいぐるみ、あ、そうだ、千尋のねえ大好きだったこのぬいぐるみ。これ焼け跡で拾ったけど渡しそびれてたんだ。大事なぬいぐるみだろ。兄ちゃん。そう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 。なくすんじゃないぞ。ミイラくんのね、うん、大事な大事な千尋だろ。無事でよかった。
憶が消えたわけじゃないから、幼い妹としてのこの心地よい依存心も今の私の一部。否定は精神構造に様々な無理が生じる。なんかこう、千尋、いつからそういう言葉をみたいな。ねえ、4歳の子がこんなこと言ってたらびっくりやろうな。どうしてしまったんだ。元の記憶を取り戻したの。私は森村千尋。森村、おう。ふふふで。秘密にしたいとあなたが言ったのに、自分からバラしてしまったのですね。貴様。大胆な計画変更も時には必要なものよ、ゴート君。いやー、あれなんだよね。今はね、森村千尋としてのね、記憶を取り戻した時の千尋なんだよね。まあ姿はね、三浦くんのね、妹の千尋なんだけどっていう。いや、もうなんかややこしいね。見てる人も多分これはややこしいって言うだろうな。まあ俺もややこしくなってる。もう頭の中がこんがらがってる。ということで、ゴートレンヤに話をかけるけ。君が現れるのは計算外だった。ゴートレンヤ、千尋に一体何をした。その言いようは心外だな。これが彼女の元々の姿だ。最初から君の妹ではない。黙れ。貴様の話など聞く気はない。どうしてって言ったのにね、自分から。何か誤解が生じているな。5回も話しているのになって。帰るぞって。兄ちゃんと一緒に行こう。どこに行く気。誰もいなくなった1945年、どこに逃げる意味などないの。千尋、なんでやねんみたいな。ねえ、もう三浦くんからしたら本当絶望的やろな。このループを止めるには全システムの掌握が最優先よ。あなたは頼りになる。三浦くんはとても優秀な設計技師だった。何の話を。ああ、2100年だよね。我々に協力して。ゴート君、準備はできています。そう、時間を無駄にしてすまなかったわ。急ぎましょう。ああ、千尋って。行かないでって。もうチキショーって。どけ。千尋は私が連れていく。彼女は命を狙われている。今の君では守れまい。な、に、誰にそんな。命狙われてんの。あ、協力する気になったら声をかけてくれ。命を狙われている関ヶ原。あ、まあそっか。なんかこう森村千尋を殺せみたいな感じのことを指令を受けてたんだよな。そうだそうだ。うん。関ヶ原、あの男も時間を行き来してここにいるのか。面識あったっけ。階層木造校舎、45年。玉尾さん、関ヶ原はこの時代の人。いや、まあクローンかもしれんけどな。ケンペは行きました。どうでした。やはりキリコさんを探しています。キリコちゃんがスパイだなんて。その男の仲間だと思われているんですよ。彼女は巻き添えになったんだ。ケンペに追われる男をかくまうなんて。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、この世界の人間でもない。話すか。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男は騎兵のことをやはりスパイだ。奴が逃げるとすればゲートだ。今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。
私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。どうしてキリコが言ったのか。嘘だと思えないの。多分私毎晩その夢を見ている。玉尾さんもなんかクローンか何かの。深いな。全員がもう本当にクローン的な感じなんだな。真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。ケイタロウさん、お願い、はっきりさせたいの。ケイタロウ、三浦ケイタロウか。貴様、なぜ私の名を。こいつも未来人だからかみたいな。お前が。なんだと言うんだ。お前と一緒に戦っていた。貴様など顔も知らん。今のお前じゃない、未来から来た三浦だ。未来？彼は肉体を失い意識だけの存在だ。今は探査ユニットに収められてる。ではケイタロウさんも。君と同じだよ。ヨタ話はもう十分だ。酔ったからなって。詰所に突き出してやる。あーもう逃げるなって。動く。おお。関ヶ原さん。貴様、お前の言う通り俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。あーもう逃がしちゃった。やばいね。いやー、関ヶ原とも一応面識はあったのか。一体どういう話になっていくんだろう今後も。お、ついにミイラくんまで。アンロックが夏野のイベントミッシングメモリーをクリア。なるほどね。はい、ね、というわけで、三浦くんのプロローグが見れるまで、ロックがかかってたこちらのね、崩壊編もね、ちゃんとやっていきましょうね。まあ、もう、倒せるだろうな、どんな敵が出てきても。さて、今回は、第2世代、第3世代のみで攻撃隊を編成。ほうほう、なるほど。第2世代、第3世代だから、この辺をなくしてそうだな。じゃあどうしようか。第3世代だから、この、あれか、宇佐美からってことか。うん、分かった。行くわよ。了解よ。出るわ。これで行ってみようか。じゃあカスタムもしていこうか。はい、というわけで、まぁ、ちょっとね、カスタムも、なんとかやったので、そうだね、じゃあ今回は、重郎、いおり、で、しのめさん、で、なっち、みうらくん、うさみの、6正体で、出撃させていきましょうかね、ということで、60秒以内、まぁ、いけるでしょう。出撃！今回は手数が多いからね。前回がちょっと少なすぎたけね。みんな揃ったか。私のロボットなんだかみんなのより遅くない？第二世代の騎兵は他の世代より兵装が多い分重量肩だ。兵装2000トンを優に超える。地下道を踏み抜かないように気をつけろ。2000トンは結構重いね。高出力の機体だからプラズマアーク溶断機も装備できる。あれが使えれば奴らの装甲はバターのように断ち切れる。おお、みんなバターになったとさっていう。本来は高層ビルのメガ柱解体用重いはずよ。だけど取っ組み合いになれば1300トンの握力が頼りになる。めちゃくちゃ重いな。1300トンの握力は。うまく使
使いこなせれば相当やで。どんな戦況も有利に変えられるはず。まあロボだから、あの当然なのかな。まあとりあえずあれだね、すべての怪獣の破壊が目的でターミナルの破壊がまあダメやねっていう、いつも通り。じゃあやっていきましょうか。ありがとう。うん、止めてみせる。どうしよう。じゃあアクション、どこ、こっちか。ちょっとまだあれか、移動せんといけんね。カメラの位置がちょっと定まらん。この辺でいいかな。どこまで行けるかなっていう感じなんだよな。と、あ、こっちにも来る？こっちにも来るのかな。じゃあ行っとこう。よし、じゃあこれは常にもう持ってるような感じか。じゃあ長距離ミサイルで一気にこの辺を攻めつ。ナッチ大活躍。どれぐらいいけるかな。あ、結構いけるな。よし、おお、ミイラ君もいいね。なかなかね。そう、ピンチはチャンス。当たるかな。当たるね。よし、じゃあいいね。当たるかな、当たるかな。お、当たる当たる。よし、オッケー。何かては向こう、こっち側になんかいるな。よし、移動するか。とりあえず腕部の、腕部だよな、腕部の胸部か。はい、いけい。よしよし、いいね。ツインテールがいるな。まあいいや、とりあえず多連装ロケットキャノン、いけい、いけいけい。よっしゃい。うん、ま、腕部マシンキャノンでとりあえずミサイルをね。お、新たに来るか。お、でっかいのいるな。どうしよっかな。この小メガレールガン、これ使ってみるかな。まだね、余裕があるし、いけ。よしよし、オッケーオッケー。とりあえずあれだね。お、バックアタック、なんだこれ、ダメージ 1.5 倍。やってみるか。なんだろう、バックアタックってのは。ん、おっと、ちょっとやばいかな。まあいいや、とりあえず対象がいません。うん、ちょっとどうしようか。移動しておくか。そうだな、とりあえず対空爆撃、対空の一点に向けて対空落ち飛行怪獣。ほう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 、なるほどね。まあとりあえずどうしようか。ミサイル撃っとこ。お、なんかミサイルをめっちゃ撃ってきたな。まあ、とりあえずイオリはツインテールを倒そう。よし、オッケー、いけ。どうしよっか。多連装砲、届かない。セントリーガン、セントリーガン、これで。ちょっとやばいな、三浦君はちょっとこっちに避ける。
とりあえずこの辺を、よし、ならばどうしようかな。全体シールドを持たせておくか。いけいけ、よしよし、オッケー。どうしようか、対空爆雷、全然範囲が狭いな。じゃあ長距離砲をこっち、こっちに。敵の動きは、長距離ミサイルこっちを、よしよし、オッケー。どうしたら、あ、なんか近くに来たな。とりあえず牽制、これでどう。ならばナッチはとりあえずこっちをね、あの攻撃して、で、重労はロケットキャノン、これ使ってみるか。対地貫通ロケット砲、よし、ね、狙いはあるよな。よし、いけ、威力のほどはいろいろやってくださいって。よし、とりあえずミサイルがあるからな。よく考えるのよ、よく考えて、お金は大事だよーと。うん、敵機の攻撃範囲内だと。あそこにミサイルがあるから撃ち落としてえな。三浦君ナイスだね。なんとかしなきゃ。とりあえずそうだな、ちょっとエネルギーがあれだから、そうだな、イオリはロケット砲、セントリーガンでもいいけどロケット砲撃とこうか。あ、やべ、ちょっと避けとった方がいいかな。その前に倒すか、その前に、その前にこいつらを倒しておくか。優先して、どうしようかな、スタンナック来る、追尾ミサイルやってみるか。この追尾ミサイル、奴らは敵の動きは叩き、ミエロ君もちょっとエネルギーがあれだな。じゃあガーディアン、ガーディアンをちょっとこの辺に置いとこうか。とりあえずナッチはひたすらこいつらを倒していってくれ。でターミナルもちょっとどうしようかな、体力は別に大丈夫だからこれにしようか。イオリがちょっと攻撃を受けているか。ワンブのマシンガンを、とりあえずイオリはちょっと移動してこの辺に。で、ウサミはどうしようか、どうしようか。とりあえず、手法、だいぶナッチのね、騎兵のエネルギーが溜まっているから、ミサイル。さあ、どう倒せるかな。
お、よっしゃー、やっと倒せた。やっと倒せましたよ。もうどんだけ時間たかからせるんだよっていう。当たった。今の状況は。じゃあどうしようかな。とりあえずミサイル撃つか。ん？なんだ？大丈夫？レールガンよりかはどうしようか。対空爆雷、対象がいない。とりあえずミサイル撃っとこうか。まだもうちょっとかかるかな。ロケット砲、お、やっと倒せた。よしよし、オッケー。これか、こいつか。うん、おお、倒せた。ふう、お、これでいいかな。イージス起動、ターミナル。よしよし、オッケー。 2km 完全防衛圏、戦闘情報処理終了。終わったかな。ちょっと大変、ドローンでミオちゃん見つけたんだけど。ん、ミオちゃん大丈夫？おお、やばいじゃん、ミワちゃん助けんと。方向音痴だし、放っとくと危ないよ。私ちょっと行って反対の方へ避難させる。頼んどうよ。やばいな。キサラギはどうした？慌ててどこへ行ったんだ？いや、キサラギ、どこにいる？応答しろ。ちょっと野暮用なんだよって。あ、その子、あ、千尋、ここでも。美和子誘導したらすぐ戻るから。千尋じゃん。あれ、一緒にいたっていうことかな。よし、ビクトリー、イエーイ、イェフー、ウィテイ。さあ、今日のね、成績はどうなっているかな。イオリがちょっとダメージを受けちゃったな。今回は重労か。ほうほう。いいね。ちょっとよりがダメージを受けすぎたかな。パイロットスキル、ビデオ症候群なんという重労らしい、病名だな。と、シノノメさんが、私一人で十分よ。それはあかんでしょ。と、うさみがバズるかな？バズってほしいなっていう。うん、ターミナルへのダメージはなしか。おお、今回も S ランク。第2世代機体を習得。いいね、いいっすね。で、ミッションもちゃんと、完了。オッケー。シャナタリ、ミワコを習得。今までなかったんだ。なんか、ミワちゃんだからありそうな感じだったけどな。まあいいや、とりあえずあれだね。まあ今回も S ランク取れたということで、そうだな。じゃあ、ちょっと共鳴編ちょろっと見てみようか。ミステリーファイルの方で、そうだな、ゴーとレンヤが、そうそう、これなんだよね。森村のクローンである千尋を連れ出し、彼女を本来の記憶を呼び起こしたという、そういうことやね。じゃあちょっと1個ミステリーファイポイントが1個溜まってるから、そうだな、ミアちゃん今までなかったんだなね。3人でよくつるみ、学校帰りに買い食いをする、控えめで優しい性格、自身のぽっちゃり体型を気にしている。まあちょっとぽっちゃりだけど、そんなに気にならないと思うけどな、俺としては。まああのね、
ぽっちゃりが大好きっていう人もいるよ。第二世代騎兵、これがまあバランス型みたいなもんやな。重さが22トンもある。結構重い。じゃあ何しよっかな。何を解放するか。まあどれでもいいんだけど、どれでもいいんだけど、とりあえず千尋かな。これまでずっとあれだ、三浦くん編やってたし、じゃあ解放しよう。千尋、三浦の妹、三浦のことを兄ちゃんと呼び慕っている。で、森村千尋が適合者実験の際に生み出したコピー。やっぱりそういうことか。生まれた際に森村によって元の記憶は封じられており、三浦の妹として普通に暮らしていたが、ゴートが森村の2100年の3月2日の実験の記録を見て、三浦家から彼女を連れ出し、その封じられていた森村の記憶を呼び起こされた。彼女が着ている演じ服はゴートが用意したもの。うん、それはなんかゴート編でやっとったな。さて、じゃあどうしようか。崩壊編の方が進んでるんだな。意外と。じゃあどうしようか。三浦くんが今使えないとなると、次は、ああ、そっか、肘山くんがまだ使えないんだよな。じゃあ、一個回して、じゃあ、次回、ね、ついにね、まあ、新キャラってほどではない、これまで出てきたけど、まあ、尾形年次、ね、CV、関智一さんの、ね、ストーリーを見ていこうかなと思いますので、次回のね、13系防衛系もぜひ見てください。それでは、バイニャラー。